NHK カセットアドベンチャーロード、笹本雄一原作、関泉和照脚色、大島満音楽、妖精作戦第2巻。私を呼び出すからにはそれなりの理由があるんだろうな。セカンドセクションの地熱発電システムが異常稼働しています。原因は？コントロールルームの誰かが間違った操作をしたのでしょうが、問題は原因より結果です。このままだと爆発します。爆発だ！なんとかせえ！何あの音？昼休みじゃないの？今お昼かな。ああね、窓がないからわかんねえ。警報だよ、大事件かもしんねえぞ。少し音階がつかめたぞ。このボタンはミ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ。セカンドセクションコントロールルーム、セカンドセクションコントロールルーム、そこにいるのは誰だ？応答せよ、直ちに応答せよ。お、ジベの声だ。誰かは知らんが無茶やめろ。機械に触るんじゃないぞ。さもないと父が爆発するぞ。父の前に私が爆発するぞ。応答せよ。本当かね。だったらどさくさまげに学友救出を。わしってどさくさ大好き。エレキや機械がなんぼのもんじゃ。わけのないやつだ。うんともすんとも言わんぞ。識別信号なし、未登録、部外者が操作してます。何？セカンドセクションイエローゾーンに突入。エネルギーシステムが危険状態です。30分以内に爆発の可能性は 14%。 もう少し負けろ。ダメです、 15% に上がりました。くそー、 16% に近づいています。セカンドセクションに修理班を回せ。全セクションのパトローラーにスクランブル。あのクソったる部外者を引っ捕らえろ。何の騒ぎだろう。わかるような気がするな。俺ももしかしたら。それ真田のじいさんが何かやらかしたんだよ。陽動作戦ってやつや。あのじいさんいつも陽動してっから。私たち何か作戦立てたっけ。いや、常に出たとこ勝負よ。潮時だな。え、その出たとこ勝負ってやつを始める。やりますか。あったんて。やる。待ってました。そこの二人、天井の監視カメラとマイク壊せ。あいな、榊、肩貸せ。うう。始めるつもり？ストリップは好きだが別に踊ろうとは思わん。脱ぐには脱ぐなりの理由があり、その理由がつまりこれだ。お、粘土隠してたの？私粘土材質が上手なのよ。そりゃめでたい。じゃあ4つに分けてくれ。プラスチック爆弾？正解。やだ、爆発すんの？起爆装置をつければな。お前ら宗教は？無神論だぜ俺は。お、うちは法華経。私んちなんだっけ？なんだっけ？なんだっけ？この際何でもいい。なけなしの神さんに祈ってな。何よそれ、起爆装置は聞いた呆れだ。単なる導火線じゃんか。くるい、やがましい。古さにも真理はあるんだよ。炭で縮こまってな。はーい。ドクター・シルベスター、監禁室で爆発がありました。セカンドセクの侵入者はコントロールルームを出ました。赤外線追尾をしています。監禁室からの脱走者は第4セクションへ向かっています。侵入者と脱走者の関係は不明。監禁室の連中は眠らせたんだろう。眠った者はいずれ起きます。寝起きのいい奴らめ。今度引っ捕らえたら永眠させてくれる。放っておくとどんどん先へ行きます。どうしますか。進行方向に集中警備体制モード3を発動。全通路を封鎖しろ。了解。早めに脳部を移動させねばならんな。あ、映像が。奴ら情報ケーブルを切りやがった。非常回路へ、モニターに切り替える。出ました。フロア401、スキャン終了、異常なし。フロア392、異常ありません。フロア353、
侵入者脱走者ともいません。消えた？どういうことだ？赤外線モニターは反応ありません。識別コンピューターには反応ありません。対人レーダーは生物探知は全てクリアです。非常回路に切り替わる間に消滅したとしか考えられません。全てのセンサーの情報によればどのフロアにも生物は存在しません。勝手に断言するな。いるに決まっとるんだ。どこにですか？知るか。絶対に見つけてやる。私の目の黒いうちは。ドクターの目は青いですが。それにお顔の色も。貴様ら赤くおなりになったわ。もっと色っぽいといません。無事に着いたようだな。無事じゃねえ。重い。死ぬ。どけ。好きで乗ってんじゃないのよ。翼てめえ見かけより重いな。何食って生きてんだ。失礼ねえ。私の上に三角形がいるのよ。どういたってば。やだ気持ちいい。ノブに言いつけるから。あ、毒。どうなったのよ一体。ダスターシュートに飛び込んだってわけ。するとここはイエローサーチの最下層、基地の規定部、基礎工事部分、手っ取り早く、いやゴミ捨て場だ。それで真っ暗なのね。その通り。ゴミたちは読書をしないからな。一寸先は闇。俺たちの運命を象徴してな。もののけでも出てきそう。ノブはどこにいるんだよ。あ、その件について情報があるんじゃ。ギャーはないじゃろう。真田サスケである。久しぶりじゃな、語学優じいさんか。どこ行ってたんだよ。はばかりその他いろいろであるが、まあ、それはよろしい。わしの聞き込んだ情報によるとじゃな、ノブちゃんは旅客用モノレールでスペースシャトルに連れ込まれるそうだ。位置はわかるか探偵。わかる。シャトルはセカンドセクションからの発信になる。用意されたシャトルはエンタープライズ型だから上層旅客用モノレールを使う。そしてモノレール周りの警備システムはセクション間で最も手薄になる。ノブにはジルベスターも付き添っているはずだし、リニアカーに飛び移って人質にする。時速60キロのリニアカーが怖くなければ。いいけどさ、こっからどうやって出んの。ダクトを登る。ダクトは八方から来ているはずだ。たくさんあるのね。じゃあどれを選ぶの。この中でくじ運の強いやつは誰だ。侵入者発見いたしました。ダクト7号に入った模様です。よーし、対人ミサイル発射。ふん、なんじゃあの音。ネズミ。やだ、ネズミ。急げ、上逃げろ、へばりつけ。よかった、ネズミと違う。車輪付きの対人ミサイルだ。ネズミの方がよっぽど。ミサイル。別の道行こう、別の道。どうせ対人用だ。殺傷力はやわなもんだろうが。また来た。どうする。ねえ、どうすんの。よし、拙者が退治してやる。やめやめ、手剣をやめ。たやったかと思います。侵入者は情報を吹き飛ばされています。とはいえあの連中ただではくたばるまい。次なる手はと。なんだ。シャトルへの乗船準備をお願いします。もうそんな時間か。ノブの様子は。よく眠っています。目覚めるのは衛星軌道上になるでしょう。分かった、すぐ行く。シャトルは CHC273-9 レです。良い旅を。来た来た、あのリニアカー荷物用だ。早い。あんなのに飛び移るの。大丈夫、わしらのとっさは常識外である。本当だよな、対人ミサイルに手裏剣投げるなんて常識外だよな。攻めてるのか。当然だろ。ねえ、先の短い人と動くとこうなる。死ぬのは怖くねえんだ。政治もそうよね。老人は引退すべきだわ。言えてる。しかしな、吹き飛ばされたおかげで早く着いた。来るぞ、用意しろ。了解。そう、俺も老人のありがたみが分かったから。はい、起きたわ。はい、やけを起こすな。そこのカバー外してレバー引け。非常ハッチが手動で開く。ん、
動くな、ジーベスター。起きた、停止レバーを。お。常識外にタフじゃなかったの？ノブは、ノブはどこだ？心配すんな、ここに、ここ、あら。何驚いてんのよ。あら？これは機械人形である。人形？人形ってなんだよ。はめられた。ノブもジルベスターも作り物だ。罠ってわけ？上等じゃない。上等なもんですか。平沢さん、あなたやっぱりヘボ探偵よ。結論が出たようだな、レッドバグ。やだ、この人形喋ってる。汚ねえぞ、ジルベスター。お互い様とは言えないだろうか。なぜ君らゴミ捨て場から来たはずだからして。笑うのはいいが、顎外すなよ。おお、じいさんもいるのか。これは大笑いだ。ノブを返せ。手遅れだ。それとも月までついてくるか。言ってやる。月だろうと太陽だろうと、言っててめえのケツに食いついてやる。年長者をてめえ呼ばわりしてはいかん。そうだろう、真田君。その通りである。さすがご老人、物分かりがいい。そこでわしも一言言いたいな。おお、聞こうか。てめえなんかできねえだい。この中で一番非常識なやつは誰だ？そりゃ真田のじいさんだろ。バカ言いなさい。非常識という点ではみんなどっこいじゃろ。言えてる。どっこい、どっこい、どっこい、どっこい。真田さんならこの先どうする？シャトルを乗っ取る。それを考えてた。俺も。私も。俺だって。止まれ。よし、この中に常識人は一人もいない。やった。アホ。乗っ取るシャトルはワルキューレってコードネームの化け物だ。ジルベスターの自信ありげな言葉からして、ヤッコさんとノブはすでに乗り込んでいると見ていい。しかもその搭乗口は警備の連中がガチガチに固めてるだろう。当然じゃろうな。ねえ、そのワルキューレってどこにあるの？この下の滑走路だ。低等？床がパックリ開いて頭出すわけ？違う、やつは水平発進なんだ。全長 101.4 メートル、ペイロードは実に300トンという巨体で5マイルの滑走路を突っ走る。それもすぐにだ。じゃあどうすんの？遠回りする時間はねえ。床に穴を開けるしかないな。穴開ける時間もないわよ。来たぞ。見つかったわ。おい、あっちだ、あっちだ、あっちだ。急げ急げ、よかったよ。ヘボ探偵、なんとかして。こういう時にヘボはないだろう。見ろよ、あれはどっかで見たような対人ミサイルである。やっべえ、いつも来たぜ。一人に一つ揉めないように気使ったな。みんな伏せろ。わしがまとめて面倒を見る。また手裏剣？さよ、一遍ドカンとやれば床にも穴が。これが地鉄3本しかない。ミサイル5式手裏剣さんは逃げよう。隠れるとこないぞ。走りゃ撃たれる。これでおしまいってこと？うわー、金玉ともやるっけない。真ん中のやつを狙ってくれ。コツが爆発したら他のも誘爆する可能性がある。誘爆って？慣れてドカンと行くこと。ミサイル、やだ、爆風でスカートがめくれるじゃない。走り出すのか、頭に垂れるのかどっちがいい？悩むな、とにかく捨てろ。ラムシで天大明神、あのミサイル目に大きな頭先。いいじゃん。私のパンツ、見ようって言うんでしょ。違う。やった、イチゴもよ。見たわね。見事に誘爆した、でっかい穴が開いてな。榊、起きた翼、起きて走れ。あの穴に飛び込むぞ。じいさんは？どこに消えた？吹っ飛ばされたんじゃないの？とにかく穴に飛び込もう。下までどのくらいあるの？ワルキューレの最大幅が 67.9 メートルだから、きっとそれ以上は。あ、いかん、落ちたら死ぬな。ヘボ！今度ばかりは俺もそう思う。ロープ使ったら。どこにあるよ。 SCF の購買部へ行って売ってくださいって頼むの。映画によくあんだろ、服破ってさ、繋ぎ合わせてさ、そんどって。やーよ、全部見たって60メートルになりくないし。イチゴのパンチじゃちょんぎですし。やっぱり見たな。どうしたんじゃ、飛び込まんのか。俺のミスだ、思ったより滑走路の床が遠い。あんたの予想通りならもう少し待てば解決する。吹っ飛ばされて頭打った、どう解決するんだよ。誰が吹っ飛ばされた？じいさん。わしは吹っ飛んでないぞ。だったら今まで。誤解である。ちょいとその武器を調達してまいった。すげえ、マシンガンにピストルに、これ何、テリエだ。そんなところだ。近くに武器庫でもあったですか？生きた武器庫がな、わしらを撃ってた連中から巻き上げてきたんじゃ。そういや銃声が全部警報したわけ。さよ、すごい、ヘボ探偵マッチョじゃん。
君にそう言われると照れる。わかった、じいさんはただものじゃない。だったらさっきの解決法って何？解決法？もう忘れてんのかよ。ほら、滑走路の床までが遠くて飛び降りるに降りられないからさ。おー、思い出した？あ、出した。だから教えてと言っとろうが。だからまずに限ると言ったろうが。待って、どうなんの？リニアカーを思い出せ。平沢君の予想通りなら間もなくワルキューレとやらが滑走路だな。そっか、ワルキューレの高さの分飛び降りる距離が少なくて済むのね。今度は相手がでかいし落ちる心配もないし。そりゃいいけど。なんでおじけづいたのか。中に入れなかった場合はだな、額にまたがったまま宇宙へだな、息止めたままお月さんへだな。おーい、しかしそれしか方法がない。待つぞ。そういうことならばゆ。できないわよ、あれ見て。クソ、新手が来た。なら今度は打ち返すぞ。弾を無駄にするな、長引くとまずい。せえ、酔い腰の弾を持たねえ主義だ。上からは？マルキューレだ、みんな用意しろ。俺たちってよ、なんか同じことばかりやってない？人間、繰り返すことによって進歩するんだ。ヘボはヘボなりにね。だ、そうだ。みんな行っちゃったよ、じいさんもどうぞ。わし、しっかり早く行って。じゃ、おっさきにエアロック、その先にコックピット、後ろへ行けばカーゴルーム。離陸した。お、確かに浮遊感があるよ。やったやった、これでお月さん行けるのね。行けるが、それが目的ではなかった。ノブ、それよ、コックピット行く、ハイジャックするぞ。じゃ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 ー、あれ飛んだからといって浮つくでない。これから物を言うなよ、言うだろ。はい、そうであった、許せ。ここ？そうだ、入り口が狭いから俺と沖田が飛び込む。いいな。 OK、 銃はハッタリだ、撃つなよ。分かってますって。機体に穴を開けたらえらいこっちゃ。そういうこと、俺がパイロットを抑える。他にゲストがいたら任すぞ。はいな。動くな。うわ、ありゃりゃりゃ、またなんかどじった。お前はすくんでろ。これはドクタージルベスター。え、なんじゃと、ジベちゃんがいると。じいさんも顔出すな、話がややこしくなる。わしは一言ジベルスターに。聞いた聞いた、てめえなんかで綺麗だと言いたいんだろ。わしのセリフを。とうとうここまで来よったか。ドクターお一人とは都合がいい、ワルキューレをハイジャックさせていただく。おお、ノックもせずに入ってきよって好き勝手なこと。パイロットはどこ行った。ここにいるよ。おお、あんたが操縦を。そう見えるか。見えない。コミック雑誌読みながらどうやって操縦できんの？なあ？うん。意気投合すんな。ジベ、その雑誌後で貸せ。待て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 。俺たちはハイジャックに来たんだぞ。手を挙げてもらおう。わしは挙げてもいいが、パイロットに手はないぞ。あ？自動操縦ってことじゃないの？当たり。全部コンピューター仕掛けになっとる。SCF も人手不足か。まあな。時として猫の手も借りたい場合がある。仮面の手ならあるが。顔出すな！ワルキューレの乗員はあんたの他に何人いる？およそ100人。げと言いたいところだが、私一人だ。ノブは？ノブの居所を聞いてくれ。おお、あの子ならキャビンで寝ておる。キャビンだって。キャビンだそうよ。キャビン。あった、聞こえた。
ああキャビンってどこだよ。キャビンはどこだと質問しておる。キャビンはこの下だ。おう、まだ寝てるってよ。キスして起こすのよ。スリーピングビューティーだ。ノブ、ノブ、泣くなよ、困るよ俺。そうなの、私ってみんなに迷惑ばっかりかけて。エスパーだろ、もっと強くなれよ。何よ、はっきり魔女って言ったらどうなの。それとも化け物って呼びたい。だからなんだっていうの。どうしてこんなところ来ちゃったかわかるでしょ。たかが超能力者なんかに付き合うからこういうことになるの。自分で責任引っかぶろうってわけ。一人で悲劇のヒロインずらしてそれで満足。巻き込みたくないんだってば。迷惑かけたくなかったの。中はどうなってる。荒れておる。趣味悪いわよ、覗き見なんて。シッ、覗いてんのはわしじゃない。亀使ってんでしょ、同じことじゃない。シッ。で、どうなった。要するに何が気に入らないんだ。力があるってこと。他人にはない力があるってこと。そんなもんかな。そんなもんよ。一つでもいい、人より抜き出た力なり特技特徴があればそれよりどころにしてさ、自信持っていいんじゃない。簡単に言わないでよ。おかげで SCF に狙われたり、こうしてみんなにとんでもない思いさせて悲惨よ。これ以上付き合うと後悔しますよ。試してみよう。え、後悔するかどうか試してみようじゃねえの。本気。本気ですよ。お付き合い願いますか。いいの、本当にいいの。いいってば。榊。ノブ。榊。あれ、ん、どうした。見て、ちょっと見てよ、足の下になんかいるの。ん、カメだよ、なんちゅうことない。どうしてこんなところにカメがいるの。どうして、え、カメ。あの野郎、真田の爺さんだ。あ、おめえら覗いてたな。ノブ、元気。ごまかすな、これからって時に。まったくよな。なあじゃない。反省しとる。顔が笑っとろうが。怒るな怒るな、先は長い。探偵がまた何かやったのよ。コクピットに見てくる、ここにいろ。この音はなんだ。おい、君らにはノックをする習慣がないのかね。ノックはトイレ入るときだけ。なんだまあ、この音振動なんなんだよ。うろたえることはない。大気圏外に出るためにロケットブースターに点火したところだ。それもコンピューターにセットしたのか。その通り。広沢さんはヒステリー起こしやがった。ヒステリー。聞き分けもなく無理なんだよ、ふっかけようって。日本に帰るってんだ。さもなきゃハワイかどっかの民間港に強制着陸するんだと。アホか。ノブを連れて帰るんだ。どこアホなんだよ。自動操縦はロックされていて解除はできんのだよ。コンコンと説明してやったのに、あの頑固者。それでどこへ行ったの。電子頭脳に直接掛け合うとか言ってな、コンピュータールームに行ったよ。真田さんは手出すなって。だからわしゃこの手のメカに強いんだってば。機械物には弱いって聞いてますよ。それは昔の話。わしゃイエローサーチとやらのコントロールルームで開眼したの。あの警報騒ぎでしょ。 SCF の連中結束会って走ってましたよ。それを聞くと報われる。でな、このボタンを押すと、これ、今のは赤。こっちはどうだ、でっかな、いいかな。やめなさいって。壊れたら地球へも月へも行けませんよ。やっとるやっとる。どうだね、具合は、レッドバグ。どうもこうもこのじいさんが。これ、敵に泣きを見せるでない。コンピューター解除は月の基地へ着くまで無理だってよ。分かってないな。あっちへ着いたら新手の SCF がうようよいるんだぞ。だからなんとか今のうちに、うん、方向転換をな。やめろって。騒ぐな騒ぐな、外を見ろ。お、宇宙船かや。なんて不格好な宇宙船じゃ。トレーラーである。何それ。シャトルだけじゃ大気圏脱出が精一杯でな、月まではとても行けない。だから衛星軌道でタグボートにドッキングして月まで引っ張ってもらうんだ。それがあれ、トレーラー。詳しいな、大したもんだ。真田さん、これまでだ。とりあえず月へ行くしかない。やだやめやめ。
あれが地球？写真で見た通りだ。あんなに綺麗とは知らなかった。離れて良さが分かることってあるのよね。俺は近くの方がいい。ノブの気を利かせよ翼。ん？それと円盤 SCF のロケットだろ。違うって、パイロット見たもん。だからそれが SCF の。目が3つある人っている？耳から手が出てたし。そんなわけねえだろ。ひょっとして宇宙人？妖精作戦第2巻 A 面はこれで終わりです。続いて B 面をどうぞ。ちょっとしたエスパーだぜ。両手広げたりしたらさ、ほら見て、スーパーさ、名前通りだもん。スペースシャトルワルキューレか。本当に飛んでるの？ねえね、外の景色が全然変わらない。コンピューターディスプレイを見なさい。どれ？あそこ。時速2万キロ？うわ、エスパーといえば、俺サナタのじいさん浮いてるところ見ちゃった。どんな顔してた？それがぼーっとして何か思い詰めてて、まるでエクトプラズム。超能力とオカルトを一緒するな。いいじゃない、硬いこと言わないでよ、ドッタ。あんたもベルト外して浮かんだら。ジルベスターと俺たちは敵対してるんだぞ。急戦状態だからって慣れ慣れしくするんじゃない。あー、探偵が焼いてる。遊ぼうか、遊んであげようか。うるさい。レッドバグも勝たないしだ。うるさい。抑えて抑えて、あんまり興奮すると血圧なんだなんだこの浮遊物体は。あ、これこれ、ほらキャビンにいた。じいさんのカメだ。空飛ぶカメ、さっき見た円盤と似てる。見た？どこで？いつ？血相変えないでよ、誰も信じてくれないんだから。カメが飛ぶ。カメを見たのか？わあ、エクトプラズムが来た。ほらほら、そこに浮いてるわよ。おお、わしのカメさん、探したぞ。円盤の話本当かな？だとすれば大変なことだ。上に報告せねばなるまい。もうすぐ着陸だろ。ルナベースは月の裏側のヘビーサイドクレーターにある。いつもならトレーラーからパイロットが降りてくるんだが、この分でアポート着陸まで自動操縦だろ。寂しいところね、草も生えてない。 SCF か、なんて組織だよ。本当に月基地なんか作ってやんのか。1200人規模、戦闘用の基地だ。戦闘用って誰と戦うの？いずれ上から説明がある。上？あんたの上司か？キーラーという男で。あれが基地かな、見えてきた。のっぺらぼうだね。建物はどこにあるわけ？施設は全て地下だ。地上に出てんのは通信アンテナとレーダードームぐらいなもんだよ。私、あそこで何するの？何やらされるの？それも上からな。ノブは簡単に渡さないぞ。どうやら休戦状態は終わりのようだ。お、天井が閉じていか。こんなシーンを映画で見たっけ。月面着陸ってのはもっと感動的かと思った。おー、するもないな。何期待してたんだよ。いや、人類の偉大な第一歩じゃな。一歩も二歩もないって、もうぐっちゃぐちゃに踏み荒らされてんのなあ、探偵。狂ってんの？緊張しちゃって。
大型脱出経路でも考えてんだろ。私エレベーター弱いんだけど、不思議ね、これ平気よ。重力が6分の1になってるからさ。そっか、下は格納庫か。やったらたくさんの宇宙船が並んどるが。おおおお、マスドライバーまで実用化してるわ。マスドライバーって月の重力圏の脱出速度まで宇宙船を加速し放り出すジェットコースターみたいなもんだ。エンジンがなくても月から出られるってわけ。相変わらず詳しいね。終点らしいわね。見ろよ、警備兵がごっそり出迎えてるぜ。よし、ならば胸張っていこうか。きっと助けるからな。うん、諦めるなよ。うん。何あの連中、ユニフォームが違うぜ。かっこいいじゃん、ドクターとは大違いだ。榊くん、ん、今の人たち、私と同じエスパーってことか。感じるの、体中に。ノブ小牧、ようこそルナベース。誰、あなた誰。いずれ仲間になれば名乗り合う。どんな仲間よ。仲良くやろうぜ、可愛いちゃん。諸君、長旅だったな。やっと最前線に着いたわけだ。出世したじゃないか、キーラー。貴様がここの司令官か。これはこれは、レッドバッグ。君のご活躍はジルベスターから報告を受けているよ。相変わらず無茶をやってるそうだな。今度ばかりは若い連中に煽られた。少々わしを含めてじゃろ。含めて含めて。広沢君はご存知だろうが、SCF について少し説明したいと思う。それが聞きたかった。ついでになぜこの組織が極秘なのかも。そしてノブをどうしたいのか、そこんとこよろしく。君たちは学校でもそのように意欲的なのかね。け、痛いところ。我々 SCF には一つの前提がある。我々は UFO の存在を信じている。これをまず頭に入れてほしい。 UFO？ 未確認飛行物体、空飛ぶ円盤ね。丸いとは限らない。仮に円盤としておこう。このフライングソーサーの目撃数は第二次大戦後に激増した。なぜか本当の理由は今もって不明だが、しかし我々はこう解釈している。人類が核エネルギー生成に成功したことが UFO、 言い換えれば UFO に乗っている宇宙人を呼び寄せる結果になったとね。真面目な顔してとんでもないダボラ。ダボラじゃない。アメリカの UFO 調査機関であるコントン委員会とソビエトの特別委員会は1966年のほぼ同時期に UFO の飛来目的について全く同じ結論を得た。彼ら宇宙人は我々人類の地球外進出を妨害するために来てるんだ。どうだろうこの結論。アポロ計画、ソユーズ、スペースシャトル、これらにまつわる事故その他の不祥事の陰には宇宙人がいるんだ。初めて聞いた君らはまさかと思うだろうが、我々の収集したデータによるとそうなる。ただし、なぜ彼らが地球人の宇宙計画を妨害するのか。彼らは単一種族か複合異星人か、全てわからん。わかってるのは人類を地球に封じ込めようとしてることだけだ。なぜよ、どうしてなのよ。多少の整理はつくんでしょ。ライオンが檻を破ったらどうするね。射殺するか、棒で檻に追い込むか。同じ発想を宇宙人がしたらどうなる。我々を猛獣と判断したとすれば。俺らライオンかよ、宇宙の猛獣かよ。中にはタヌキみたいなやつもいるがな。で、あんたらは檻を出たいと。 SCF ソルコスミックフォース、太陽系宇宙軍、さよう。我々は檻を出るために戦う。地球人ってのは自滅のネタには困ってないからな。早い話、偶発核戦争一発でおしまいだ。それでも我々は宇宙を諦めるわけにはいかんのだ。地球だけでは攻めすぎる。ナポレオンもヒットラーも手を広げすぎて自滅したんだぜ。太陽系宇宙軍か。名前も建前も立派に聞こえるけど、じゃあさ、どうして極秘にすんの。どうしてこそこそ月の裏側に基地作ったりすんの。くせえな。俺もそう思う。キーラー、どう説明する。若者の嗅覚は鋭いぞ。我々は、私たちは人心を惑わすことを好まん。あ、そう、高校2年の女の子を引っさらうのは好むわけ。そこだぞ、榊、言うてやれ言うてやれ。だが黙ってろ。我々はノブ小牧に用があるんだ。ほほほ、ジメが興奮しとる。ノブ、君は普通の人間とは違う。波の社会では生きにくくはないか。地球上のどこで暮らすにせよ、君は異端者だ。引き換えここには同じような仲間がたくさんいるんだ。さっき見かけたわ。気づいたか、さすがだ。あの連中は人類のエースなのだ。
君にもぜひそうなってほしい。どんなことをするの？宇宙人は人知を超えた存在なのだ。我々の持つ武器航空機では十分に対抗できず、だから人を超越する才能、つまり超能力を持った君たちが必要になる。私は自分の力をコントロールできないのよ。その点についての心配はないよ。私が訓練する。訓練というより調教だろう。自分たちの都合のいいようにさ。そうだよ、あんたらノブを人間兵器にしたいんだ。ノブ、ぜひ協力してほしい。人類の未来のためにも。くっさ、プンプン似合うな。ドクタージルベスター、あなた私の友達を雑魚って言ったわね。言った。建設的なことは何もしとらん。キーラさん、雑魚はあなたたちの言う人類に入るの？ん？あなたたちは私を捕まえるために街中で機関銃を撃った。ピストルを使って、対人ミサイルを使って、人の血を流して人類の未来を語るなんて大笑いだわ。全ては正しい目的のためなんだ。どこが正しいの？私に用がある、私が必要だ。そこでいきなり誘拐っていう手段を取る。地球が狭い、宇宙が必要だ。そこでいきなり宇宙人に喧嘩を吹っかける。あなたたちの言う人類はね、自分たちだけのことなのよ。他の人の気持ちなんかどうでもいいんだわ。目的のために手段を正当化しないでよ。私を何もわからない小娘扱いしないで。これでもね、学校行って多少の勉強はしてんのよ。 SCF なんかに絶対絶対協力しないわよ。うわー、無口だと思ったら喋るわ喋るわ。それが女。聞いた通りだ、キーラーさん。帰らせてもらうぜ。そのつもりはない。みんなの前で SCF の成り立ちを説明した時からな。全員月面の穴掘りでもしてもらおう。重力地球の6分の1。でっかい岩が担げるぞ。お言葉だが、我々にもそのつもりはない。いいよいいよ、アクションシーンだ。思いっきり逆らうけんね。ではわしも。ラスト、僕飯時じゃないぜ。手裏剣代わりじゃ。ワリキューレの調理場で集めてきた、こいつら料理してやる。バカビ、我々を軽く見るだ。軽いぞ、重力6分の1だろ。ヘビーサイドプレーター、上空約100キロに異常な重力変化発生。基地上空で空間が歪んでいます。重力変異急速増加。敵 UFO2 機発見。いや、3機、5機。あ、数え切れません。地震だ。月にナマズはいない。 UFO の直接攻撃だ。上はめちゃくちゃです。早く指令室へ。よし、全基地戦闘態勢。こいつら逃がすでないぞ。お任せください。何を任すんだよ。3人で6人を見張ろうっての。このレーザーガンが見えないか。このナイフとフォークが見えないか。なんだ、かーやるわしの好きなドサクサの始まりである。ひなさがさ、どうする。地下をうろつくのは効率が悪い。月面に出るぞ。空気がないんでしょ。息止めろ。 UFO の直撃来るぞ。運次第だ。私たちこの頃ついてるし、当たるわけないか。行くぞ。ブルーサーチからの援軍は。ナイトホークとスターライナーが5編隊ずつ出撃したようです。最大加速でも2時間はかかるな。戦況はどうだ。撃墜は五分五分。地上施設の損害の分、我々はマイナスです。スターボーの訓練生を出そう。使えるのか。100時間の飛行訓練を済ませた者が4人いる。実戦経験はゼロだ。しかしいずれは、よし、 XCI-40 を出撃準備。4機をエメラルドセクションへ回せ。アイアイサー。スイッチ入ってるか。聞こえたら左手上げろ。いいけど、この宇宙服サイズがってないの。動きにくくて。真田さん、どうした、聞こえないのか。いや、カメガンの胸のあたりで。よし、くすぐる。上見る、上。こんなもんのスターウォーズだよ。あれよ、あたしの見た円盤。レーザービーム、そして核ミサイル。怖いね。あー、うるさい。爆発の電磁波拾ってんだ。すまん、結構埃っぽい。ホームでやりよった。頼むよ。耳が死ぬ。早く行こうぜ。行こうぞ。よしよし、方向指示を。あ、さてどっちだったかな。わかんないの。エダドームを目標にしてたんだ。壊れちゃったみたい。そうじゃ、どうやって格納庫行くの。どうやってシャトル分取るの。戻ろう戻ろう戻ろう。いかん、出てきたとこ爆撃された。どうしよう、これじゃ迷子じゃない。おまわりさん、ふざけてる場合じゃないよな。出して兆候死ぬか。もうミステリーが起きそう。雑音で声が届かなくなるぞ。ノブ、こっち来い。ノブだけ。お前は爺さんにくっついて
だろ。死なばもろともじゃよ、翼。やだ、なんでお月さんで死ななきゃいけないの。あ、また一気落ちる。敵の味方の宇宙人、そして SCF、どっちも敵だろう。気をつけて、こっちに落ちてくるわ。どこどこどこ、そこ。うわー、眩しい。どこいるか。いる。起きたわ、起きた、どうした。ここだ。え、お前らの頭上、遥か上空。なんだよ、跳ね飛ばされたんじゃろ。落ちな。勝手に慌てろ、そのうち落ちる。不便な、そこ。ここじゃ飛び降り自殺もできないの。おかげで助かるんだ。まだか、起きた。あたりがよく見えぞ。おなんか出てくる。いいか、落ち始めた。着地に気をつけろ。宇宙服に穴開けたら助からんでんな。嫌なこと言うな。落ちる、落ちるぞ。いった。何が重力6分の1や。なんか出てくるって言ったな、どこだ。そのあたり。新しい戦闘機だ。発進場所を確認した。またけど射出口である。よし、そっから中へ入る。下は格納庫のはずだ。いよいよシャトル分取りで。射出口の蓋が閉じたぞ。次のやつが出たらすぐ飛び込む。用意しろ。あんな火吹いて飛び出してくるんだぞ。やけどするぞ。それで済めばいいけど。先思うな、今思え。こんな切な主義が。宇宙服の耐熱性能を信じる。月面は200度、これ以上無茶やったらオーバーヒートする方にかける。私たちは掛け率の低い道を走ってきたわ。そして生き残った。あんたにかけるぞ、ヘボ探偵。よし、ヘルメット脱いだらキスしてやる。キスならわしがする。出てくるぞ。よい、走れねえ。これじゃ夢の中だよ。急げ、なんでスローマーション映画なのよ。足かけになってみて。格納庫の蓋間に合わねえよ。あと30m以上か。飛ぼう。無理だよ、俺の幅跳び記録はだな。重力6分の1、火を信じるなよ。ウサギウサギ、何見て跳ねるか。サナダサナダ、飛んだ。俺がウサギ飛びをしたぜ。佐々木、目つないで。おっしゃ、うっしゃ。そりゃ、おいてかないで。エアロッカー、入れ。じいさんは一番先に飛んだのに。いや、待たせたの。グーズ、加減がわからんから飛び越したのである。ネット取っていいぞ。そっちのドア開けろ。こんな格好でうろつくのかよ。撃たれたら多少の防弾になる。 XCI40 は健在かね。4機とも活躍してる。大したもんだ。実戦性能がこれほどとは思わなかった。エスパートの感応装置がうまくいってるようだ。これでフライトデータが取れれば。2号ラインに異常発生。コミューターが2台破壊行為を繰り返しながらダイヤモンドセクションへ暴走しています。映像出せ。レッドバグとガキどもだ。生きてたのか。ハンですね。監視してる場合か。メインハンガーの全員に伝える。ゲリラ6名がそちらに向かっている。全火器の使用を許可する。殺せ。殺してもいいのかね。殺して死ぬ奴らじゃない。ならば今の命令も無意味だと思うが。たっぷり武器がめたから何でも来いで。にしてもトロイ車遅えの遅えの。トロイのお前の運転だろ。せえ、前見てろ。探偵。なんだ。格納庫はまだか。黙ってついてこい。そこ曲がったらすぐだ。歓迎パーティーだ。わしパーティー大好き。あそこがマスドライバーだ。覚えてるな。シャトルのジェットコースターだろ。それ、みんなでシャングリラってやつに乗り込んだろ。ね、どこ行くの。発進コントロールルーム。離れてるわ、戻れるの。またジャンプするさ。名前は前見てみろ。でUFO の群れと SCF の戦闘機。戦闘区域抜けるのでしばらく振り回すぞ。うわ、この暴走。予告したろうが。やっぱり機械はスカー。
半身だぞ。白旗振れば。それとも失敗か。そんなもんが宇宙人に強すけ。飛ばせ飛ばせ。飛ばしとるわい。見て地球よ。きれい。本当にの。どのくらいかかるの。あそこまで減速時間を入れて約12時間。来る時より早いな。月より地球の方が重力が大きいから。にしても38万キロだ。遠すぎんだよ。戦闘エリアをとにかく抜けよう。ああ俺たちも祈るしかないか。切り抜けたみたいだ。よかった。帰ったらお茶漬け食うぞ。俺ステーキ。私フランス料理のね、うーんと派手派手しいやつ。ノブは言えよ。分かるぞ。探偵どうする。俺か。俺はな、女のところへ走るんだろ。つぼし。ノブどうした。顔色悪いぞ。黙って。ノブ小牧、そこにいるからか。我々の仲間に入らないそうだな。そうよ。利用されるのは嫌だもの。残念ながら命令が出た。君たちを無事に返すわけにはいかない。そんな、あなたどこにいるの。君たちの真後ろ。悪いが撃墜させてもらう。やめて、やめて、やめて、やめて。どうした。何をやめるんだ。エスパーの乗った戦闘機が後ろにいるの。撃墜するって。何。ミサイルだ。二つ右上から来る。捕まるなり座るなり早くしろ。怪我するぞ。かわしたがホーミングじゃねえだろうな。反転なんぞしてきたらいつまでも避けらんねえぜ。第二は発射。同じだ。右から来る。もう一度右から来る。そう、ヤクザシャトルを軌道から外すつもりだ。何。右からしか来ねえだろ。左側に避けさせて地球への突入軌道を外す。それが狙いだ。来たわ。また右よ。そう行くか。バカ、ぶつかる。バカ、軌道修正してんだよ。ミサイル来た。4発。エスパってのしつこいの。悪かったわね。ごめん。相対速度12キロパーセグ。ぶつかるぞ。ルセル先生。あ、何秒でぶつかる。あと30秒で軌道交差。速度 800% オーバー。わあ、やられた。直撃じゃねえ。正面に戦闘機。ブレーキかけろ。それ逆噴射。今度なんだ。あなたが7機現れたぞ。ブルーサーチからだな。何それ。 SCF の軌道衛星。こんな時に音楽聞くの。地球が近い。オーストラリアあたりの FM 拾ったんだろう。粋な選曲。わしゃいせなきゃブルースが。近い。それ肯定的に考えてくれる。敵の攻撃を一度は避ける。二度目は直撃食う。食いたくない。珍しいな、じいさんも食いたくないな。正面覇気並んだわ。上等だ。いつでも来い。来る。来たー。はい、完璧にガス欠。すぐそこじゃんか。気球降伏するか。パース。パース2。同じく。ここまで来たら引けないわ。引くも引かんも動けねえんだよ。思い出すの。海藻に吹けるんじゃないの。カサンドラからヘリで脱出したの。あん時もガス欠だ。そうね、あん時も。あん時ノブの超能力で一瞬だけど浮かんだわ。恥ずかしながらわしのキスで落ちた。そうよ、キスよ。サカキがキスしたら逆の目が出るんじゃない。明暗かもしれない。どこが。やれよ、キスしろよ。ノブダメよ、失敗するに決まってる。ことは肯定的にだ。榊、後方からミサイル。直撃まで5秒。ノブ榊。やった、動いたぞ。榊とノブはそこで抱き合ってな。前期追ってきます。今度は早い。やつら本気になったな。上やってくれ。え、上ってどっち。地球の反対側。何万ドム何万ドム何万ドム。お前の家補給鏡じゃなかったの。散開した。バラバラで攻めてくるぞ。方向は前に123。上に信号8。その他にもういい。ノブ地球へ突っ込んでくれ。シャトルならともかく戦闘機は空気抵抗でいかれるはずだ。あー、スピードオーバー。減速せよ減速せよ。どうやって。こっちが来たい。戦闘機が離脱します。離れていきます。助
が燃えるぞ。シャトルが燃えたらわしらも灰じゃ。ブラックアウト。なんだ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 。全員以上加熱、スタビライザー故障と。学生席戻れ。ああ壊れるぞ。減速してんだけど。機種全部でリセットし突破。バトルは機体が分解するぞ。横で組み立てろ。浜狩りに行きたい。なんだ俺の好きな曲。やったぜ、ブラックアウトを切り抜けた。やったノブ、榊くん、お前がみんなを助けたんだ。うん、あなたがしてくれたの。でもお前がいなければ。私だって榊くんがいなければ。俺たちこれからも。雰囲気出しちゃって。ほっとしとけ、地面はまだまだじゃ。それがどうしたっての。喉元すぎればって性格が倒した方がいいぞ。ノブの助けがまだいるのよ。軟着陸できなかったらたちゃんこよ。あらま、そうでしたね。このシャトルに電話なかったかな。図星の女にかけるんだろ。うん、まあな。ね、どこに着陸する。私たちの工程は。いいわね、それいいわね。2時か、今日何曜日だっけ。5時間目って何だった。やばい、世界史だ。レポート。何レポート。あー、わしゃやってないぞ。誰か見せてくれよ。さかきくん、いや、俺やってないよ。やってないのよ。見せて。笹本雄一原作、関泉和照脚色、大島満音楽、妖精作戦第2巻。ただいまの出演、榊博、長谷有博、小牧信、安永愛、沖田霊郎、知念正文、鳴海翼、石丸百合子、真田佐助、田野中勇、平沢千秋、塩沢兼人、ジルベスター博士、久米明、キーラ司令官、西村淳二、他に川波陽子、竹本淳平、吉原武二、塩谷よく、中尾道夫、以上の皆さんでした。ではこれで NHK カセットアドベンチャーロード妖精作戦第2巻を終わります。